エリオ・アルベス・デ・カストロ・ネベスは、ブラジル出身のレーシングドライバー。米国のインディカーシリーズに、長きにわたって参戦。特に、最高峰である、インディ500において4度の優勝実績を持つ。ブラジル南部の大都市、サンパウロで生まれる。1998年より、アメリカのトップカテゴリーであるカートにベッテンハウゼン、モータースポーツからデビュー。 翌九百九十九年には、ホガンレーシングに移籍するが、このチームはボディに大きくチーム名がプリントされるだけの資金難のチームで、チームの戦闘力が劣ることもあり、時折光る走りを見せるも、中断の成績しか残せなかった。しまいには、シーズン終盤に、チームがこのシーズン限りでの撤退を発表、最終戦も、メルセデスエンジンが派手なエンジンブローを起こし、リタイア、 カストロネベスはこれでシートを失うことになると思われていた。しかし、そのレースで翌年チームペンスキーへの移籍が決まっていた、クレック・ムーアが指の骨折をしてレースに出走し、結果事故し、カストロネベスはムーアの代わりとして翌年からチームペンスキーに移籍する。トップチームのチームペンスキーに所属してからは速さを見せ、カート2002年より移籍した。 インディカーシリーズでもトップドライバーとして活躍した。2001年と2002年の2年連続でインディ500に優勝し、2009年には3度目の優勝を果たした。また2002年のインディカーシリーズフル参戦以来フル参戦を、優待する2017年まで2011年を除くすべての年でランキング6位以内に入り、安定した成績を残しているが、シーズンタイトルとは、 縁がなかった。2018年以降は、スポーツカーレースにフル参戦し、インディカーはスポット参戦に移行。2020年、ウェザーテック、スポーツカー選手権年間初制覇を置き見上げに、長年在籍したチームペンスキーを離れ、インディのシーズン終盤に、マクラーレン SP でクラッシュの影響で欠場したオリバーアスキュの代役として参戦。2021年、 メイヤーシャンクレーシングに移籍し、インディ500など一部レースのみの契約で参戦。ウェザーテック、スポーツカー選手権も継続し、同年のデートナ24時間レースで初優勝。さらに、インディ500で歴代最多に並ぶ4勝目を挙げる。2000年のカートチャンピオンシップシリーズ第7戦、デトロイトで、 初優勝を飾った際に、コースと観客席を隔てる金網によじ登るパフォーマンスを見せたところ、これが観客や関係者に大受けしたことから、それ以後レースで優勝すると必ず、金網登りを見せるのが恒例となっている。そのため、スパイダーマンの異名を持ち、観客からは、彼が優勝すると、カモンと書いたプラカードを掲げて、金網登りを先導する光景が見られる。 2008年10月2日、米検察当局は国内で555万ドルの所得を隠した脱税容疑でカストロネベスを起訴した。オムズ最終戦にポルシェ RS スパイダーで参戦予定だった。カストロネベスはマイアミの連邦裁判所に出廷し自らの無罪を主張したが、有罪の場合は最大で懲役35年の可能性があった。 カストロネベスは1000万ドルの保釈金を支払ったが、アメリカ国外への渡航が認められなくなるため、オーストラリアのサーファーズパラダイスで行われる R ・オールスター戦への出場が困難となった。その後逃亡の可能性は低いと判断されたため出場は認められた。裁判の結果次第では2009年のインディカー3戦も危ぶまれたが、第2戦のロングビーチ市街地コースの初日の プラクティス開始の数時間前に無罪判決が出たため、このレースからインディカーに復帰した。インディライツカーとインディカーシリーズインディ5002007年のインディ500、プラクティスアメリカンルマンシリーズウェザーテック、スポーツカー選手権、デート二24時間レースセブリング12時間レース。ありがとうございます。